国民民主党の玉木雄一郎代表は、まあ、以前は、その、まあ、もちろん星寄りの政治家ではあったんですけど、まあ、その野党が塊になって、その自民党政権を倒して、政権交代を実現して、立憲主義を取り戻す。まあ、こうした方向性をあの明確にしていた政治家で、まあ、その星寄りでしたので、まあ、左派寄よりの私としてはいろいろと批判したい点もあったんですが、とはいえ評価できる点もあるなとっていうふうに思っていた政治家なんですが、この玉木議員は、ここ最近もかなりずっともうこの立憲民主党と合流する っていうことを、あの、玉木さんが断って、まあ、国民民主党が分闘して、新しい国民民主党ができたっていう、あの辺から特に、まあ、かなりそのネ、ネットをネットにその、まあ、媚びを売るような、そういうなんか乱暴な言動っていうのを取るようになって、まあ、それでなんかこの人が何か発言をしたっていうのを聞くたびに、あ、もうここまで落ちたんだっていうふうに、ま、驚くばかりなんですけど、まあ、さらにですね、もう玉木さんがここまで落ちたかっていうような、あの、言動を取ったっていうことが今回ありましたので、まあ、それについて取り上げていこうと思うんですけど、まあ、玉木さんは、え、産経新聞の記者の取材 自民の9条改正案はあまりに生ぬるい、平和主義や戦力保持などを定めた9条1 2項をそのまま残して自衛隊の名義だけしてもできることは何も変わらない、北朝鮮に行って拉致被害者を救出することもできない、自衛隊の名前を書くなら組織論としての意見は消えるだろうが、自衛隊が自衛権を行使しても9条2項との関係で意見論を引きずったままになると思う、この問題を残したまま発議し、 国民投票で否決されたら、その瞬間に自衛隊の存在が宙に浮いてしまう。自衛隊が不安定な状態になった時、中国が軍事的圧力をかけてくると思うよ、っていうふうに言ったらしいんですけど、まあ、今、自衛隊がその救助があるから、自衛隊が、その北朝鮮に行って、あの、拉致害者を救出することもできないっていうことを言って、いうふうに言ってるんですけど、逆に言えばこの人はその救助を改正して、自衛隊をその北朝鮮に行かせて拉致害者を救出するっていうことをあの言ってるんですけど、いや、この人ちょっと自分が何を言ってんのか理解し 上ででってるんですか、ね、その北朝鮮っていう一つの、あの、独立した国家の、その許可を得ずに、その日本の自衛隊っていうか、まあ、ま玉木氏がその、 この提唱する会見では、その国防軍っていう名前になるのかもわかりませんけど、まあそういう日本のその自衛隊ですとか軍隊ですとか、まあどっかその日本に限らずどっかの他国がその北朝鮮という独立した国家に入るっていうのは、それは国際法違反の侵略に他ならないですから、それをその、この北朝鮮の拉致問題を抱えているっていう、その拉致被害者が北朝鮮にいるから、だからその、そういうふうに侵略するのが、あの、正当化されるっていうのは、まさにこの今ロシアのプーチンが、そのまあウクライナの、ええ、まあゼレンスキー政権によって、このロシア系のその地元住民が弾圧されている。だから そのロシア系住民を助けるためにドンバスとかそうしたウクライナ東部に行かなきゃいけないっていうような、まあ、そういうようなそのロシアのプーチン政権の理屈と全く同じですからそういうそのプーチン並みの危険な理屈を玉木雄一郎氏は述べているんですけど、まあ、その自覚があるとは到底思えないんですよねでただこの玉木雄一郎っていう人はその数年前にはその共産党の市委員長と 会談してまあその結構協力していこうっていうようなことを言っていた人間ですからそれで今はもうここまで右寄りのことを言ってもう危険な戦争の道に日本を巻き込もうとしているっていうこと、まあこの人はね何かその信念とかそういうものが全くなくって結局そのなんか自分の周りにいる人をその心地よくするために何かを言うっていうようなことを言ってるだけでしょうからまあ、こういうその危険なことを言っているっていうことを自覚せずに危険なことを言うっていう政治家は本当その無責任だっていうふうに思いますしこのままこの玉城氏みたいな政治家をその増長させてしまうとねまあ、これもい 取り上げましたけどその靖国神社にえ自衛隊のその陸上自衛隊の幹部が公用車を使って、まあ、集団参拝していたっていう問題もありましたし靖国神社っていうのは当然その侵略戦争をえ美化するようなことを、まあ、やっている神社ですから、まあ、そういうような神社にこのその日本の軍事組織の,その幹部中の幹部の人間が公的に参拝するっていうようなことを行っているっていうことで、まあ、ってそこからもその戦争の,その足音っていうのが聞こえてくるっていうようなことを言ったと思うんですけどそ,れそうしたことに加えて、まあ、今岸田政権っていうのもかなり軍拡路線を歩んでいて 危険な道を行っていると思うんですけど、まあ一応、北田政権はそのまあ外交を完全に放棄するとかまあ、そういうその完全になんかの局を突っ走っているっていうわけ。ではまあ幸いでないんですけど、あ、マジでその玉騎氏みたいな人間がその政権入りしたら、もうこれ、本当に。本はあの今以上に、その中国とも北朝鮮とも緊張が高まって、戦争の道にその突き進むっていうことがあると思いますから、もう絶対。それは阻止しなきゃいけないっていう風に強く思うんですけど、あとそ,それに付け加えてこの北朝鮮っていうことに関して言うと、北朝鮮っていうのはかなり。そのまあ、ご存知の通り。 的な国でまインターネットとかもほとんどその一般の国民は使えないわけですし。しまあ、かなりその外部から遮断されているってことがあると思うんですけど、その情報の面でも様々な面でもあのそういうことがあると思うので、やはりそのいざ、その拉致被害者がどこにいるのかっていうのを具体的にその見つけるっていうのもかなり至難の技だと思うんですよね。その北朝鮮っていうのも曲がりなりにもその何千万人も。 あの人口がいるところですし、ま、かなり広大な、あの、土地を持っているわけですから、その中で、ま、その北朝鮮に、その、いざ、その、ま、現実にその自衛隊が北朝鮮に行って、あの、拉致被害者を救出するっていうことをやろうとしても、どうやってその、拉致被害者がどこにいるのかっていうのを見つけるんですかね。その一丁歩譲って、そういうなんか、例えば、ま、情報が一定程度、その、日本とその国の交流があるような国でそういうような問題が起こって、拉致、拉致被害者を奪還するっていうなら、もうこれは全く国際法違反の、あの、愚行ですし、どういう事情がありそういうふうに侵略するっていうのは全く支持しないですけど、ただま、 そういうことがあんだったら、まあ、実際にその、まあ、奪還するっていう可能性が、ま、全くゼロではないかなっていうふうに思わんでもないですけど、ただ今回の場合はその北朝鮮っていうかなり閉鎖的な国で、実際にその行ってその、脱被害者を見つけるっていうのはかなり至難の技っていうことはう言うまでもないと思いますから、まあ、そういう現実性っていう面でも、この玉木氏の論っていうのは本当も論外だと思うんですけど、さらに玉木氏は自民党のその9条改正案っていうのが、ま、生ぬるいっていうふうに、ま、自民党を右から批判するっていうね、そういうようなそのかなりやばいポジションからの批判を行っているわけなんですけど、その自衛隊 自衛隊免疫の会見を行っても、自衛隊がその自衛権を行使するっていうことが、9条2項との関係でその意見論が引きずったままになるっていうことを、まあ、この自民党改憲案に対する批判としてやっているわけなんですけど、こういうそのなんか憲法違反だっていうやつがいるから、憲法を改正してそういう論を潰さなきゃいけないっていうのは、もうこの玉城氏だけじゃなくて安倍元首。相なんかもやってましたけど、まあ、安倍元首。相っていうのはそのまあ、基本は自衛隊免疫の会見で9条1項2項削除っていうことまでは確か言ってなかったと思うんですけど、まあ、そういうことまで言う,言うっていうことで。まあ、安倍元首相よりもこの玉城氏ゃが右翼的な立場のことを言っている。 なんですけど、まあその、結局、この人、そういう安倍元首相にしても、玉木氏にしても、あなたたちはその自衛隊が違憲なのか、合計なのか、どう思ってんのかっていう、まあ、それこそが、その、大事だっだと思うんですよね。で、それはその、憲法違反だっていうふうに、その、自衛隊について言う人間は、その、どういう憲法が、であれば、一定数いますから、なんか、異権っていう人間を、 どれだけ少なくするかっていうことのためにその憲法はあるわけじゃないんですからね。憲法の基本的な役割っていうのはその権力を縛って、ま、すべてのその人々の人権が尊重されるっていうことのために、まあ、憲法っていうのはあるというふうに思いますから。ですからそういうそのなんか意見っていう人間がいることをそのそれを潰すために憲法改正をするっていうそういう論自体まあどうかと思いますので、まあ、そういう意味でも本当この玉木氏の論っていうのはおかしいというふうに思うんですけど、ただ一応明確にしておきたいのは、この北朝鮮のその拉致っていうその日本人の何の罪もない まあ民間人を日本からそのかっさらってその北朝鮮に連れていくっていうそういうようなその犯罪っていうのはその全く絶対に許されないことですしまあ今すぐにでもその北朝鮮は全ての拉致被害者をあの日本に帰還するさせるべきだっていうふうにまあ強く思っていますしその拉致被害者の家族の方がそういうふうにそのまあ軍事的な力を使ってでもその拉致被害者を返してくれ私の家族を返してくれっていうふうに言うっていうのはまあそれはそのまあ心情的にはその理解できる部分はありますしまあ当然そのそういうことでやったらその解決どころか その問題が悪化すすると思いますからそれに対して私個人としては反対ですけど、まあ、そういうことをあの被害者の家族とかが言う人がいたっていう風であれば、まあ、それはその私がそれに対してなんかいやお前は非論理的なことを言ってんだとかそういうふうに頭ごなしに否定するっていうことは、まあ、それはそちょっとその人間性がどうかなっていうふうに思いますのでそのようには思うんですけどただ玉城氏っていうのは、まあ、その二桁の国会議員を抱えているでっきとした政党の党首なんですから、まあ、そういう立場の人間がこういうその無責任なその日本国民を 多くの日本国民を危険にさらすようなことを言うっていうのは全くいただけないなっていうふうに思いますし、さらにまあこの玉木氏のさっきの発言の最後で自衛隊が不安定な状態になった時、中国が軍事的圧力をかけてくると思うよっていうふうに言ってるんですけど、そ、これもちょっとそのかなり情勢認識があやふやっていうか、か,かなりずれた認識だなっていうふうに思いまして、当然、 今その中国が行っている軍事的な増強っていうのは絶対にその許されないことですし戦争が起こる可能性を高くするようなそういうその緊張を悪化させるような行為っていうのはまあ中国もやめるべきだと思いますしさらにまあ米国とか日本とかそうした国もやめるべきだと思いますからどういう国であれその軍事的増強っていうことはあの絶対にやめるべきだっていうふうに思っているんですけどただ現時点でその今その中国がその日本を攻撃してその侵略するっていうことがあるのかって言ったらそれはその極めてあのそういう可能性は低いわけですよね まあ,あるとしてもその台湾でその情勢が悪化してまあ台湾に対して中国が軍事的なあの行動を取るっていうことはまあゼロではないかもしれないですけどまあ日本に直接的に来るっていうことはまあないわけですよまあそうした現状でその自衛自衛隊に関してどうするべきかっていうことを考えるとやっぱりその自衛隊って言ってもそういうその軍事的なその外部からの攻撃から日本を守るっていう役割とあとまあ災害とかでそういう被災者とかを助けるっていうようなそういう二つのまあ主な役割が自衛隊はあると思うのでまあそういう後者のねそういう被,害被災者 ととかをきちんそういうような役割を強化して、まあ、あのその外部からそういう軍事的なあの側面っていうのはやはり縮小していくっていう方向性が今の自衛隊としては正しいと思いますから、まあ、そうしたことをした上できちんとその平和外交を行って、まあ、これあの以前も取り上げた通りそり社民党の福島みずほさんとか社民党の議員団が訪中して平和外交を行ったっていうようなことがあったと思いますけどそういうようなことも含めてきちんとその外交っていうのを行った上で、まあ、その戦争を回避するっていうような努力をやはりまあ与野党問わず そうした努力を行うべきだっていうふうに思うんですけど、まあ、国民民主党はその戦争をどんどん扇動するようなことをやるっていうことで、まあ、少しはちょっと社民党とのことを見習ったらどうなのかなっていうふうに思いますよね、まあ、社民党がこの訪中してその戦争を絶対にしてはならないっていうような決意をその中国側とま確認したっていうそうしたそのニュースがあったこの、まあ、すぐ後にこの玉城氏がこういう戦争を扇動してその軍事的にその北朝鮮を侵略することを示唆するっていう、まあ、そういうね出来事がちょっと連続して起こったと思うんで社民党っていうその平和を重視する野党と国民党 民主党っってていいううう戦争を動するよなことでまあ、ただ、当然、その中国の軍事的ないろいろな圧力とか、そういうその尖閣諸島の周辺で、いろいろその変なことをやるっていうようなことに関しては、あの、厳しく取り締まるべきだっていうような意見はわかるんですが、ただ、そういうことをするんだったら、その現状のその海上保安庁のあの、強化ですとか、まあ、そうしたことをするべきだっていうふうに思いますから、なんか今、中国がその日本に対して攻撃をするっていうような脅威もない中で、そういうようなその軍事的な増強をするっていうこと自体に私は、 反対ですし、まあ、今はその外交努力を徹底してやる。まあそういうようなことが今の日本の外交安保では、まあ極めて重要になってくると思いますから、まあ、玉木さんにはぜひ考え直していただきたいなというふうには思いましたね。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。